僕たちと一緒に働いてくれる社員 MC を募集してます。イエーイ。ボンボン TV のアツトッチオチです。りっちゃんです。なるべ、りょうげんです。すみです。おげる TV のダニャダニャ不思議なたっくんです。ニコニコリンクときちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、UUUMで、社員 MC を採用するホームページを作られてるので皆さんご存知でしょうか。知ってますね。はい、というわけでですね、そこで、僕と、UUUMゴルフの並木ちゃん、そしてボケモンのときちゃんがですね、はい、インタビューを受けていて、記載されているという記事があるんですけれども、まだね、他の人が記載されていない、インタビューを受けていないということなんで、今回は実際に聞いていきたいと思います。なるほど。まあ、その掲載されたインタビュー記事では、うん、辛かったこととか、挑戦したいこととか、まあ、いろいろ聞かれたんだけど、今回はそれを実際に聞いていきたいと思います。大丈夫だし、はい、5時間くらい経っちゃうけど大丈夫。まとめてもらってね、そこはまとめてもらって、なるほど、そう、凝縮して、凝縮して、できるかな、一言でもいいんで、はい、じゃあまずはりっちゃんから。まずは、はい、社員 MC、はい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 、結構辛かったこと、辛かったことか、はい、いやでもね、実際たくさんあるよ、やっぱり虫食べたりとかさ、なんかすごい寒いところでずっと撮影したりとかさ、はい、でなんかもうその身体的に、じゃあ大食いとかすごい大変だったりとか、うん、まあ、たくさん大変なことあったんだけども、はい、でもこれって普通のこう会社で働いてたら絶対できない経験だなっていうことを逆にたくさんさせてもらえたっていう、だから、ね、辛かったけどなんかすごいいい思い出だし、うん、いい経験っていう感じかな。なるほど。だからなんか辛い思い出としては残ってないかもしれない、うん、ああ、なるほどね、なるほどなるほどね。じゃあ逆にこう、はい、今後挑戦していきたいこと、今後挑戦していきたいことが、うん、そのUUMにはこう何、UUUMが運営してるチャンネルがあるじゃん、うん、だからこの横のつながりをなんかもっともっとこうね、うん、なんか広げたり、はい、この横のつながりに関して何かねできたらいいなっては思ってるかな。 MC チェンジとか、あーね、確かにいいかも、いいかも、その1週間交代とかね、チェンジなんかたまに俺はマネカメ行くとかね。あー、いや、分かるんですか、カモのこと。何も分からないよ。まあそんな感じでね、こう横のつながり生かして、なんかもっといろんなことができたらいいかなと思ってます。そうですね。はい、うん、それではじゃあ、りょうけん、はい、行きましょうかね。辛いこと。辛いことは、やっぱでもさっきりっちゃんも言ってたけど、うん、あの、大食い僕、めちゃめちゃね、うん、苦手なんで、うん、大食いの部分がちょっときつかったなっていう。大食いね。けどなんかその、少しずつやっていけばやっていくほど、うん、なんかちょっと達成感とか、やりがいもあるから、うん、やっぱなんかこう、結果こう良かった。大食いしてよかった。大食いしてよかった。じゃあ、うん、今後大食いの企画。そうだね。じゃあ、よけ。多すぎるじゃないですけど、多すぎも。うん。まあ、控えめに。ああ。まあでも企画やると達成感がある。あるね。じゃあ、これから挑戦していきたい。もうすぐ、まあ、ちょこちょこ。ちょこちょこ。ちょこちょこ。頻繁じゃなく、ちょこちょこ。あ、挑戦していきたいこと。大食いちょこちょこやるじゃなくて、挑戦していきたい。今後ね、そう、はい、今後挑戦していきたいことは、やっぱもっともっと社員 MC を増やしていきたいですよね。ああ、はいはいはい、少しずつ増えていってますけども、もっとどんどん UUUM としてチャンネルをもっとたくさん多く変えて、もっと社員 MC、そしてなんかこうクリエイターさんと一緒になんか動画撮れるようなチャンネルにしていきたいですね。なるほど、いいですね。はい、ではグッピンさん、はい、はい、辛いこと、辛いこと、はい、まあ、ボンボン入る前、の話なんねんけど、うん、これ、一人で MC やってたやん。あで、まあ、これからもし入る人も一人でやるかもしれん、うん、っていうことを踏まえて話すんねんけど、はい、クリエイターさんとコラボするときが一番つらかった。あー、なんでだって一人やから、心細いと。そう、あだってさ、いきなり、はじめ社長さんとか、うん、来て、俺一人で対一、そう、一対一やったりとか、確かにね、そう、水溜りボンドさんも来るし、二対一、そうそう、きつかったよ。確かにね。そう、まあでもまあこの時もね、いろいろ覚えてもらったりもあるし、やっぱそこはしんどかったなって。あー、ね、でもそれだけそういう機会がね、あるある、社員 MC になったらあるってことだもんね。そう、っていうね。挑戦していきたいこと、挑戦していきたいことは、まあでも、まあこれからね、社員 MC も増えるし、うん、まあでもなんかその一人一人の個性というか、そういうのを伸ばしていきたいなと思って。私さ、今度さ、社員 MC 入ってくるなら、うん、大食いできる子さ、
入ってきた子じゃないかなって思う。大食いできる子、今さ、そんな大食いめちゃくちゃ得意な子いなくない、うん、なんかそしたらそういう企画も盛り上がるからみたいな。まあそうだね。で、その子対なんかみんなみたいな。ああ面白そう。確かにね、で、そういう個性で、はいはいはい、でもそれも全然個性は大事だからね。そう、面白いよね。じゃあボケロン TV で唯一男性一人のタッグ、はい、辛かったことありますか？辛かったこと、そうですね、やっぱ僕は最初ボケロンの動画見てみたらと分かりだと思うんですけど、お絵描きとか、なんかこう工作とかをすごい多くって、で、僕すごいこう慣れてない作業だった。あー、なるほどね。そう、慣れてないことをたくさんやるっていうのがちょっと正直最初しんどかったって思うんですけど、お絵描きとかは最近になってようやく楽しいなって思います。楽しいと思うと結構やりやすかったです。あー、なるほど。今なんかこうウニジェルとかでなんか作るって言われたら、なるほど。でもなんか今の多分視聴者さんとかも、なんかこうタックの成長をこう楽しみに見てるっていうのが、視聴者さんとかもすごくいるから、なんか逆にそれも良かったりするのかもね。最初から得意じゃないけど、こういうこともできるようになるんだっていうのもね。確かに。今後さ、こうタックが挑戦していきたいこととか、今お絵描きとかだけどさ、DIY よりのものだけど、もっともっといろんな。そうですね、やっぱこう、この前なんか映画館を貸し切ってちょっと企画やったりだとか、アスレチックの施設を貸し切ってなんかやったりとかっていうのをやったんで、そういう大型の、ちょっとこう、なんだろう、こう見てる側もすごい派手ですごいなって思うようなやつをどんどんやっていきたい。派手な企画を、はい、なるほど。はい、今回ですね、そうインタビューにね、記載してなかった方のね、インタビュー、実際インタビューしてきましたけれども、そちらのホームページ概要欄に記載してありますので、ぜひぜひチェックしてください。ということで、皆さんの応募